で、ついに、この時が来ました。前、パンケーキ、いろいろやったと思うんですよ。ね。ちょっと、俺の思った通りにいかなくて、ちょっと悩んでたんですけど、ね、いろいろ教えてもらって、あとは、まあ、YouTube でちょっと見てね、薄力粉を使った、じゃあ、薄力粉を使った、薄力粉やな、薄力粉を使って、また炊飯器で作っていきたいと思います。今日こそ絶対成功させる。で、すごい、多分成功すると思う。粉使うから。まあ、やったことないんやけど、まあでも、俺ならできるやろ。で、じゃーん、これ。これ、バナナ、3本分と卵黄2個分でかき混ぜたものです。で、今かき混ぜてます。で、これに牛乳 200ml。粉どんぐらい入ればいいんやろ。わからん。今日卵白7個ぐらい入れてるんで、もうまあ、ちょっと多めに入れたいと思います。で、まあ、高タンパクってことで、普通にやったらおもんないってことでね。普通にやったらおもんない。おもんないよね。で、高タンパクってことで、これ、小麦って言ってやば。カロリー半端な。まあ、小麦の量に気をつけながら、まあ、作っていきたいと思います。で、じゃーん、これ、卵白なんですけど、また、例の機械のクルルルって、今お世話になってる人に貸してもらってるんで、で、それでやって、ちょっと卵黄1個入っちゃったのよ。間違えて。かわいいね、俺。ってことで、やっていきます。すごい楽しみ。多分今日はな、すごいうまくいく。絶対うまくいく。多分な。で、かき混ぜてるんですけど、で、このかき混ぜてる中に、牛乳入れます。で、もうどうせ真似する人いないでしょ、俺のやつ。ね。だからもう分量なんで、なんもう適量でやっていきます。ただ、ジャンピラフとかよかったらやってみて。めっちゃ美味しいから。牛乳 200ml 多いかな。いいよね、別に。これもね、全部入れたらまずいのよ。多分ね。ちょびっとずつ入れる。もう素人ですごいな。もう全部入れちゃいます。めんどくさいんで。あら、これ液体状で大丈夫かな、これ。あ、顔に飛んだ。エロ。キモ。うまい。で、これで混ぜていきます。あ、で、そうや。ベーキングパウダー今日買うの忘れて、なくてもいいよね、別に。あった方がいい？うん。また、ありで作るね。じゃ、これで混ぜてって。確かね、これでちょっとだけ塩するんですよ。ちょっとだけ塩。ちょっとだけ塩したら、なんか膨らむっていう、あったような気がする。なかったか。で、ここで小麦粉。片栗粉じゃなくて小麦粉を入れていきます。どんぐらい入れたらいいかわからんから、ね、適当ね。まず匂い、小麦粉の匂い嗅いでいきます。うん、わからん。じゃあちょっとだけ入れていきます。どんなもんやな。こんなもん、これ残ってる。こんなもん多い。もうちょい。わからんな、マジで。こんなもん多い。こんなもんやんな。ちょっと混ぜていく、混ぜてって分かります。分かります。あ、でも粘度がすごい、粘度が。これは期待大悟って感じ？期待さんや、期待さん。これはいいぞ。めっちゃ濃い。めっちゃ濃い。これは濃い。ケイン濃すぎって感じや。結構いい感じじゃない？こういう感じや。やば。じゃあこれでちょっと食べていきます。おいちい。これめっちゃうまい。これうまいわ。でも、もうちょい入れた方がいいんかな。もうちょっと入れます。こんなもんか。で、結構混ぜたんで、結構混ぜたんで、次卵白混ぜていきます。いやー、結構疲れるな。卵白のあの機械楽しみ。これめっちゃおもろいね。これじゃあ、かわいいやつ。これで卵白7個今入ってるんで混ぜていきます。いきます。これめっちゃ楽しいよ。
これ行くぜすごいこんな感じ。またでももうまだまだやな。もうちょい混ぜていきます。もうちょいかな。まだ甘いな。もうちょい、うん、こんな感じはもういいでしょう。多分ね、多分こんな感じですごいいいと思う。じゃあこれでヘラを使って混ぜていきます。結構うまくいったなこれで。これを少しずつ入れながら、少しずつ入れて混ぜます。ライトキャスト、これを少しずつ入れな、まずちょっとだけ入れる。ちょっとだけ入れて、入れすぎた、入れすぎた、誰やこんな入れた。で混ぜます。で、全部混ぜると。多分もうちょい粉入れた方がうまいかもしれん。もうちょい。もうちょいちょい、ちょっとね。入れすぎた。絶対成功させる。今回はいける。これで、多分な。やってる感じわかんない。触ってる感じ。前の生地は、ちょっとね、なんか、もっとサラサラしてた。サラサラしてるし、前って言ってもまあほぼ1ヶ月前ぐらいなんで撮ったの忘れたんですけど、まあでもサラサラしてたような気がする。サラコナー的な、うん、結構いい感じ。まとまりがいいわ。まとまりがちょっと、リンゴジュース結構余ってるんで、リンゴジュースちょっと入れていい？ダメかな、やばいかな。ちょっとだけ入れさせて、ちょっとだけ。まず飲むわ。うまい。で、これで炊飯器に入れて、うわ、まぶしい。で、炊飯器に入れて、これで完成です。15だけね、もちろん入れていきます。あ、入ってる感じ、いい感じ。結構これ膨らみそうな感じ。膨らむ予感がしてなら。で、これで炊いていきます。で、これ余ったやつちょっと舐めさせて、このまま。うまい。これうまい。これうまい。なんか前も味こんなんやったような気がする。じゃあこれで炊いていきます。炊く前が見せたろうか。炊く前がだいたいこんな感じ。6、5合ぐらい。5合ぐらい。で、これで炊き上がり、どこまで膨らむか。沈むことはないと思う。じゃあ炊いていきます。じゃあまた1時間後。めっちゃこれうまくいくで。じゃあな。できました。撮ってきます。楽しみ。どうなってるかな。多分いい感じ。行ってみます。なんか思ってたのと違う。なんか沈んでるよ。こんな感じ。あれ膨らむと思ってたのにな。やっぱベーキングパウダー入れんと膨らむのかな。なんか膨らむ。なんだ、まあ。まあ、形じゃねえんだ、中身やろ。やっぱりちょっと出してきます。もう悲しすぎる。何これ、もう何これ、ふざけんなよ。やっぱ難しい、やっぱ難しい、スイーツ作りは難しい。でももっちもちもっちもち、すごいもっちもち。まあ食べていこうだなと思います。多分美味しい。前と同じ。うまいんやけどな、うまいんやけどな。前とあんま変わんねえな。なんか、なんやろ、小麦入れたのにな。でも前よりは美味しい。小麦入れたから膨らんでる。うん、膨らんでるけど、なんか、これはホットケーキじゃない。蒸しパン。うまいのはうまい。またこれ夜食べます。今昼なんで、いやー、まあ、むずいな。デザート作りはレベチやわ。難しい。
ほんまにむずい。だからまあいろいろ挑戦していこうかなって思います。やっぱベーキングパウダー入れんとな。そら膨らまんよ。いやけどまあそんな簡単に言ったら思んないやろな。あ、次は成功させます絶対に。じゃあ